DJ コの電光石火ワイター。今日はですね、DJ ミキサーを使ったエフェクト編。エフェクトというのはですね、かかっているプレイされている曲に、いろんな脚色をしていく。今日はまずはパイオニアのミキサーに内蔵されているこのサウンドカラーエフェクトの6つあるんですけれども、上段から、3つ解説していきたいと思います。まずはですね、サウンドカラー FX とちょうどここにちょっと色が違っているパネルがありますよね。ここの6つあるサウンドカラー FX、 そことここ各チャンネルについているカラーというのが連動しているということをまず覚えてください。そしてですね、右へ回すと、これは高音域、いろんなエフェクトの高音域にエフェクトがかかります。そして左に回すと低音域、俗に言うこもったような感じのエフェクトがかかります。普通に曲をかけるときは必ずこのセンターに寄せておいてください。実際にこれ真ん中にしておかないとエフェクトがかかってしまった状態になる場合があります。そして次にこのエフェクトボタンを使うときには、今点灯してますよね、これを押すことで点滅になります。点滅しているということはこのエフェクトがかかるということです。で、6つあるんですけれども、このうち選択は1つしかできません。これが点滅している間は、どのチャンネルのカラーダイヤルをつまみをいじってもそれが同じものがかかっていきます。2種類以上のものを違ったチャンネルにかけるということはできないんですけれども、それなりにすごく簡単で効果は得られます。はい、まずスペース、これエコーです。はい、まず右に回していきましょう。ほら、だいぶ宇宙空間みたいな迫力出ますよね。それ左に回していきます。はい、音がだいぶこもってきます。これがノーマルなんですけれども、はい。で、これの使い方なんですけども、やはりハイの方に回していくと、それなりに、曲のテンションがアップするような感覚になっていきます。で、こもらしていくことで、あんまりこもらすとですね、やっぱり DJ としてやっちゃいけないのが余計な音を出しちゃうことっていうのは、DJ としてはやらない方がいいことなんです。なのでこれをここでかけるとビート感が失っちゃいますよね。で、歌とかラップが聞こえづらくなりますよね。ほら、単純になんかお風呂やホラー穴で叫んでるみたいになっちゃいますよね。なのでそういう部分ではなく、ほら、こういうとこ、旅に入る前までのグリスアップしていくようなの、ここをだんだんとビートに合わせてかけていく。そうすると上がってきますね、テンションが。で、ビートに合わせて指先を上げて下げる。これ、はい、ちょっとテンション高まっちゃってすみません。あとですね、これつなぐときにも便利なんです。これ結構エコーがしっかり残ってくるんで、例えばテンポの違う曲であるとか、次の曲のイントロが結構ビートがないときとか、例えばですよ、はいはい、はい、フェーダー下げましたけどエコーは残ってます。そこで次の曲をかけていくとエコーが残ったまま自然な感じでつながっていくというような効果がこのスペースでは得られます。はい、で次はです、真ん中にあるダブエコー。一応これもですね、エコーなんですけれども、さっきのスペースとは違って短いエコーがかかってきます。右にハイを大きくしていくと、ちゃ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 ってかかってきますよね。で、これを左にやるとロー部分がかかって凍ったものが反響していきます。ちょうど曲がダブったような感じのエコーです。はい。で、結構これは海外の DJ とか好きでよく使ってたりしますね。使
い方としてはボーカルやが入ってるとこよりもなんかリズムのとことかがうまく使えるかな。例えばこれでこれをこのイントロなんですけど、これ使うとしたらほらこの指先でドゥドゥダーダガドゥドゥダーダガみたいなリズムが、リズムを余計感じさせるような演出ができます。そして2拍目にかけてます。1拍目にかけてみます。1,2,3,4 引き込めます。さらに、はい、今のはずっとかけてると連続のエコーっていうのが生きてこないんで、ちゃんとビートに乗せて1拍目にかけたりとか2拍目にかけたりとか、そういうところで演出するのが結構かっこいいかなと思ってます。そして次にゲート、そしてコンプ。これは他のエコーとちょっとまた違ってて、右側に回すとコンプというのがかかります。コンプというのは音を圧縮する機能です。コンプレッサーなんですけども、大きく聞こえる機能があります。ただちょっとね、曲のノリとか形をちょっと崩しがちなんで、そんなには使わなくてもいいかな。で逆に、このゲートというのはアタックの強いところを強調して、アタックの弱いところを切っていきます。はい、いきますよ。はい、左に回していきます。アタックの強いところが残って弱いところが消えてきます。これも指先の感じで作っていくと演出ができます。で戻します。はい、で今度はコンプレッサーを使ってみます。あんまりね、耳では確認できないですよね、このコンプレッサー。音がコンプレッションされて圧縮されていくので、一番右まで持ってってしまうと音自体がちょっと楽曲自体が損なわれてしまうので、これあまり一番右まで持っていかないでください。で僕はね、このゲートっていうエコーはかなり好きなんですけれども、ゲートを刻んでいったりすることで、ミックスの時とか面白い効果が出たりします。ゲートで刻んでいっちゃいます。でそこに次の曲をいきます。逆に次の曲にコンプをかけていくと、こういう感じでつなげたり、これゲートを使った演出です。片方だけだとこういう感じです。それをこうやってミックスして使うときに、このゲート機能っていうのは結構かなり有効な武器になって面白くつなげると思います。ということで、今日はですね、ちょっと実践的な応用も兼ねて DJ ミキサーのサウンドカラー FX の上の3つご紹介しました。皆さんも頑張ってDJingしていきましょう。